はい、というわけでお願いいたします。クタネと言います。絶賛現在ですね、こちらね、この左上のねバナーのお知らせの一番先頭かなとか、あとこのお知らせの一番上の部分で動画って書いてるやつがあるんですけど、オーシャン OCS をオーシャンカップ番組視聴で、ジュエルゲットってことでございました。これ何個もらえたっけ、ちょもらってもらって一旦もらって何も出てないかなとりあえず一旦あ25個もらえますね。はい、ってことで絶賛今開催中で3時間ぐらいあるんかな、なんかこれ動画って押したらね、これ3時間9分って書いてるんで、あんまりなんかあの参加者の顔が映ってるのであんまりなんか映さない方がいいのかなという感じで、あんまり映してはいないんですけども、3時間9分あるので、今ちょうど50分が経ったんかな、なのでまだまだ11時ぐらいもあるということなのでね、ぜひぜひ皆さん見ていただいて、なおかつ見るだけじゃなくてゲーム内からねお知らせから飛ぶことで、ジュエルももらうことができるので、ぜひぜひ皆さん見ましょうってことですね。今何人ぐらい見てんのやろな、ちょっと待ってね、306人しか見てないんで、あ、しかって言ったかな、306人も見てるんで、あのなかなかね、さすがにもうちょっとねもうちょっと皆さん見た方がいいんじゃないですかって言いながら僕は見てないんですけど、はい、でもねちょっとね見ましたね、有名な人、あの いつも1位取ってる人全然俺わからん誰が有名なのか知らないけど、チラッと見た時に第一回戦ってチラッと見たらすげえなと思って、iPad でApple Pencilでやってはんねんな、すげえって思って、僕はApple Pencil今充電しますあ、Apple Pencilでやんねんやと思って、ちょっと俺もやってみようと思って、あの Apple Pencil 僕持っていたんですけど、今充電してます。はい、なのでちょっとなんか試してみようかなと思いましたっていう意味では とても収穫がありました。はい、まあね、生放送じゃなくて、プレミア公開かな、プレミア公開なんで、まあ動画っちゃ動画なんで見やすくね、まとめられているのかなという感じで、まあ僕見たこともない。あんまり言えないんですけど、まあ、そもそも僕あんまり見たことがなくて、はい。ゴルフ系の生放送はあんま見たことないんですけども、はい。まあちょっとね、僕はちょっと、まあ今から編集終わってからはね、ちょっと本家の方の、はい、ちょっと段上げと、はい。ランク上げと段上げをしたいなと思ってるんで、でも逆に考えてください、ちゃんとコロプラのゲームをやるからそう、今めっちゃね段上げすごくしたくて、はい、あとその友達と約束してるんで、段上げしようみたいな、ランク上げしようかみたいな話をしてるんで、それがしたくて今ね、それがしたいんで、ちょっとこれね編集終わって動画投稿したらちょっとそれをやろうかなと思ってるんで、ご勘弁ください。はい、後で見る時間があったら見ます見ないやつやな。でもね、実際ちゃんと見なあかんねやろなと思いますよ。ちゃんとその上位の人たちなんで、マジでガチガチの人たちじゃないですか。なんでガチの人たちのプレイを見るという意味では、まあ、大事なんやろなと思いながらも、まあその、うん、見ましょうということですね。僕マジで一切知らんからさ、いやマジで知らんねんな。てかマジで俺他の人の動画を全く見たことがないから、他の人がどんだけ上手いか、だから逆に言うなら僕めっちゃ下手だと思うんですよ。ほぼ毎日、てか今は毎日、最初のリリースから3日4日ぐらい投稿してないけど、それ以降毎日投稿してる、アクティブユーザー、もうアクティブユーザーと言っても過言ではない私ですけども、このゲームの上手さという意味では、バリクソ下手くそなんで、そういう意味ではね、ちゃんと見ないとなと、上手い人たちのプレイを見て、もうちょっとちゃんとしたプレイをお見せしたいなと。それこそね、言うてなんだ、キャッチトーナメントとかね、動画とか上げてるからこそ、上げてる身だからこそ、ちゃんとしたプレイを見せないといけないなと思いながらも、それやらないっていうね、うん、うん、っていう感じなんで、ちょっとちゃんと見ないとなっていうところと、まあ、あとね、何かお近づきに上位勢の人たちがどれだけ配信とか動画をとかを投稿してるのかも知らない、それも知らないんですけども、何かね言うてね、どうなろう、ゴルフの動画を投稿してる中では僕本数では負けてないという気持ちでいいんですけど、もうちょっとで僕365本超えるでしょ330本ぐらいいってんじゃんっていうぐらい、ゴルフ動画の中では僕が一番投稿してるのじゃないかと思っているぐらいなんで、はい、なのでね、何かお声があればね、全然乗るんでちょっと喋ったりするのはちょっと分かんないですけども僕はあんまり他の人と喋らないんで、基本的に他のその配信者系っていう意味ではほぼないですね。ちょっとだけあったんですけど、ほぼないんで、てか僕基本的に声かけてくれないんで、はい、一匹狼スタイルなんで全然声かけてもらえたらありがたいんで、はい、お願いします。はい、
ということで、ぜひね、このお知らせから、お知らせバナー、このお知らせバナーもしくは、右上のお知らせから、番組視聴することで、ジュエルもゲットできますので、ジュエルをもらう、番組を見て、おまけでジュエルもらえますということなので、ぜひぜひ見ていきましょう。以上、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いいたします。ではでは。